下です。まあ、ここへ来るまで巨人がこの5連戦の頭では圧倒的に有利だと言われてましたが、こういう試合になってくるとやはり投手力ですよね。はい、仮に阪神があれだけ劣勢の状態であっても、いいピッチャーを2人も取れば巨人は非常に苦戦して追い抜かれるかもしれませんね。あ、インコースカーブ決まりました、ストライク。そういった意味では古澤あるいは江本というところを今日休養して勝つことができるかどうか、これがこの後の試合展開に大きく影響するでしょうね。影響しますね。はい、第1球はストライク、2球目打った、高めのね、真ん中にこうインサイド